本日誕生日42歳、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、イケチイケチイケチ、英語らしく言うのやめた。 DJ です。 RRR はじめましての方もたくさんいらっしゃると思います。イケチと申します。よろしくお願いします。偶然にも今日42歳になりました。42歳なんて大したことないと思うんですけど、でもやっぱり40年ぐらい生きてるとなんかいろいろあるもので、健康のことだとか家族のこととか、まあ42といってもこの中では多分下から3番目ぐらいだと思いますよね。そうかな。そうかな。結構若手な方です。めちゃめちゃ正確なとこ行ったよ。では、数年前の誕生日に作った歌を歌います。今年で42歳になる。社会人として物心ついた時から何にも変わっていない気がする。変わったといえば体力が落ちたこと。10年前の健康診断、あの時は特に異常はなかった。久しぶりに受けた健康診断、去年と今年肝臓の数値に異常が出た。何気ないうちに取るものは取っているものね。お腹の油が心と一緒に揺れてる、揺れてる。今年で42歳になる。42歳なんて昔はすげえおじさんだと思っていた。今も気持ちは20代前半なのかな。仕事で知り合ったバイトのお姉ちゃんにおじさんと言われてすごくショックだった。30過ぎて妻ができた。続けて猫が2匹来た。正確に言うと猫は3匹います。台所で缶ビールをプシュッと開けると猫が缶詰に走るように、妻が走ってくる。さあお友達も増えたり減ったりした。白髪は増えたけど心とおでこが広がる、広がる。白髪は増えたけど心とおでこが広がる、広がる。
染みるね。染みる。染みるわ。このひとし君と南極っていうユニットを組んでるんですけど、結構何年もやってるんですよね。もう何年もやってないけど、ね、ここ2年ぐらいあまりやってないんですが、そんなひとし君からこんな素敵なイベントをやってるってことを全く知らされたことない。いや、言ったような覚えもない、ないようなあったような。なんかやってるなっての知ってましたけど。多分言われてるんですよ、ね、で今日僕の誕生日なのに、うちの嫁がガビガビで歌うっていうから、しかもオープンマイクらしいみたいな噂を聞いて、オープンマイクでもなかった。じゃあ僕も行くよっつって今日来た次第でございますよ。ちょっとまたやらせてください。ぜひぜひ。レギュラー気持ちいい。その高田のババのクロスロードからの第3の資格なんですけど、もう数年ババでしかやってないんで、久しぶりでこういうアウェーでやるのいいですね。めっちゃ緊張しますね。アウェーって思うけど。
いな。数年前にガビガビさんで一回だけ歌ったことがあって、さっき出た赤ぬんとうちの嫁も言ってましたけど、この一曲入魂ってやつで一回やったことがありました。本当は今日僕出演者多いっていうのは2曲のつもりだったんですけど、いやいや3曲っていうことだったんでどうしようかなと思って、その一曲入魂の時にやった曲がですね、やっぱりバリバリ緊張するわけですよでちょっとその時の悔しい思いを思い出してその時やっちゃうやつをやりますわ。また呼んでください。いや、いつでも OK です。
ございました。